こんにちは、あいです。今日はやりたいことやったもん勝ちというお話です。このやりたいことやったもん勝ちという言葉はアニメの忍たま乱太郎の主題歌の勇気 100% の中のフレーズであるんですけれども、私はこの言葉が大好きです。で、なんかこう人生の中でやらなければいけないことっていうのが、例えば子どもの頃は一生懸命勉強してって言われたり、大人になってからは真面目に頑張って働いてって言われて、でなんかこうやらないといけないことばかりになんか時間を割くような、そんななんか過ごし方をしてると思うんですが、本当はなんかやりたいことをやった方がいいんじゃないかななんてずっと思っています。例えばやらないといけない勉強があったとしても、なんかその先にこうやりたいことっていうのがあったら、なんかギュッと濃縮してなんか集中して勉強を終わらせることができたり、例えば仕事でもこの後にこういうご褒美があって自分でこう設定しておいて、でそれに向かって仕事をどうにか終わらせて、その後そのご褒美を楽しむみたいに、そうやって自分でメリハリをつけて、なんかやらなければいけないことをさっさと終わらせて、やりたいことに時間とお金とエネルギーを使うような、そんな生き方の方がいいんじゃないかなって思います。あとはやらなければいけないと思っていることも、少しずつ卒業できるものから卒業して、でどんどん自分を身軽にしていくっていうのも大事じゃないかなって思います。今はなんかこう定年も少しずつ伸びていて、昔は60とかだったのが、まだ働かないと暮らしていけないっていうことで65、70、75みたいな感じで、なんかこのままだと一生働いているだけの人生になりそうな感じがあるんですけれども、そういう中でも本当に必要なお金の分だけ働いたら、あとは残りの時間を本当にやりたいことに費やすっていうのも大事じゃないかなと思います。やりたいことをやってる時っていうのは本当に頑張らないといけないみたいな気持ちもないし、やりたいことをやってる時はこうエネルギーがどんどん湧いてくるので、なんかそのどんどん体の中も新陳代謝が進んで若々しくいられたりするんじゃないかなって思います。やらないといけないことにこう押しつぶされるんじゃなくって、やらないといけないことをギュッと凝縮して、もう本当に一瞬で終わらせるぐらいの気持ちで過ごして、あとの本当に9割ぐらいの時間をやりたいことに割く、それぐらいの気持ちでやっていくといいんじゃないかなって思います。ということで、今日はやりたいことやったもん勝ちというお話でした。最後まで聞いていただきありがとうございます。